ナンバーアンダーラインアイ再び。六月一日のウィズミュージックで見逃せない理由驚愕ナンバーアンダーラインアイがウィズミュージックで披露する新曲の秘密とは？ナンバーアンダーラインアイの出演でウィズミュージックが爆発的視聴率に？SNS での盛り上がりが頂点に達している中、ナンバーアンダーラインアイの最新情報が話題となっています。ナンバーアンダーラインアイは日本のトップアイドルグループとして。 常に新しい挑戦を続けており、今回もその期待を裏切らない発表がありました。6月1日に放送されるハッシュタグ w i t h m u s i c に再登場し、ファン待望の楽曲ゴートとボンを披露することが決定しました。この発表は、ファンにとってまさに夢のような瞬間であり、SNS 上では歓喜の声が溢れています。ナンンバーアンダーアダインアイは、 わずか1ヶ月前にデビューしたばかりの新進気鋭のグループですが、その人気は瞬く間に広がり、すでに日本の音楽シーンに大きな影響を与えています。彼らのデビューシングル、ボンは、YouTube での再生回数が急速に増加し、最速で2500万回再生を達成する見込みです。これは、ファンだけでなく業界関係者にも大きな驚きをもたらしています。 6月1日のハッシュタグ w i t h m u s i c 出演に向けてファンの期待は高まる一方です。SNS では彼らのパフォーマンスを楽しみにする声が多く寄せられており、特に g o トと b o n の2曲に対する期待が高まっています。これらの楽曲はそれぞれ異なる魅力を持ち、ファンに新しい音楽体験を提供します。ナンバーアン Underline I のパフォーマンスは常にエネルギッシュで、 見るものを引き込む力があります。彼らのステージング、ダンスパフォーマンス、そして歌唱力はどれも一級品であり、ファンはそれをリアルタイムで楽しむためにテレビの前に集まることでしょう。特に g o トと BON の2曲は彼らの音楽の幅広さを示すものとなっています。g o トはパワフルなビートとエモーショナルな歌詞が特徴であり、聴く者の,の心を揺さぶります。一方、BON は 軽快なリズムとキャッチーなメロディーが印象的で、どちらの曲も異なる魅力を持ちながらも、ナンバーアンダーラインアイの個性をしっかりと感じさせるものです。ファンは、これらの楽曲がライブでどのように表現されるのか、非常に楽しみにしています。また、今回のハッシュタグウィズ MUSIC 出演では、ナンバーアンダーラインアイと MC とのトークセッションも予定されており、これもまたファンにとって大きな楽しみの一つです。 彼らの音楽だけでなく、メンバーそれぞれの個性やエピソードが聞ける貴重な機会となります。特に、普段は見られない素顔や裏話が聞けることで、ファンはより一層彼らを身近に感じることができるでしょう。ナンバーアンダーラインアイの登場により、ハッシュタグウィズ h m USIC の視聴率は確実に上がることでしょう。彼らの魅力は、ただ音楽だけでなく、そのエネルギーと情熱にもあります。 若い世代から支持を受けている理由は、その斬新なパフォーマンススタイルと、一貫したメッセージ性にあると言えるでしょう。彼らは、音楽を通じて人々に希望と勇気を与える存在です。さらに、6月1日の放送では、特別なプレゼント企画も用意されており、視聴者の中から抽選で300名に番組オリジナルロゴステッカーが送られる予定です。これは、ファンにとって嬉しいサプライズとなり、 ますます番組への関心を高めることでしょう。このように、ナンバーアンダーライン愛の出演に対する期待は非常に高く、彼らのパフォーマンスがどのように展開されるのか、ファンだけでなく多くの視聴者が注目しています。彼らの音楽は、聴く者の,の心を動かし、新たな感動を与える力があります。そのため、今回のハッシュタグ w i h m u s i c は、彼らにとっても、 視聴者にとっても忘れられない夜になることは間違いありません。ナンバーアンダーライン愛の成功は単に彼らの音楽の魅力だけではなく、その努力と情熱によって成り立っています。彼らは常に新しい挑戦を恐れず、自己を高めるための努力を惜しみません。その姿勢は多くのファンに勇気とインスピレーションを与えています。彼らのストーリーはまだ始まったばかりですが、その可能性は無限大です。 これからの彼らの活動に、どのような展開が待ち受けているのか、非常に楽しみです。ナンバーアンダーラインアイは、これからも音楽を通じて多くの人々に感動を与え続けることでしょう。そして、その旅路を共にするファンたちも、彼らの成長を見守り、応援し続けることは間違いありません。ナンバーアンダーラインアイの未来は、彼らの努力と才能、そしてファンの支えによって輝かしいものになるでしょう。 6月1日のハッシュタグ w i h m u s i c 出演が一つの大きなステップであり、ここからさらに新しい挑戦が始まることは間違いありません。ファンの期待を背負い、彼らはどのようなパフォーマンスを見せてくれるのでしょうか。それを見届けることができるのは視聴者の特権です。彼らの魅力は単に音楽やダンスだけではなく、その人柄やグループのダイナミクスにもあります。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、 それぞれが異なる背景や特技を持ち、個性豊かなキャラクターが集まっています。この多様性こそが彼らの大きな強みです。ファンはそれぞれのメンバーに感情移入し、応援することで、より一層彼らとの絆を感じています。また、ナンバーアンダーラインアイは社会的なメッセージを発信することにも積極的です。彼らの楽曲には、希望や勇気、 愛といった普遍的なテーマが込められており、聞く者の,の心に深く響きます。彼らの歌詞には、現代社会に対する鋭い洞察や、個人の内面の葛藤が描かれており、それが多くの人々に共感を呼んでいます。特に若い世代にとって、彼らの音楽は心の支えとなり、日常の励ましとなっているのです。6月1日のハッシュタグ w i h m u s i c でのパフォーマンスは、 彼らのメッセージをさらに広く伝える機会となるでしょう。彼らの歌声がどのようにして観客の心に届くのか、それをリアルタイムで体験できることは非常に貴重です。また、テレビ放送を通じて、これまで彼らのことを知らなかった人々にも、その魅力が伝わることでしょう。これからも、ナンバーアンダーライン愛は新しい挑戦を続けていくでしょう。彼らの未来には、 まだ多くの可能性が広がっています。新しい楽曲のリリース、ライブパフォーマンス、そしてテレビ出演など、多岐にわたる活動を通じて、彼らの音楽がどのように進化していくのか、非常に楽しみです。彼らの成功の裏には、絶え間ない努力と情熱があります。練習やリハーサル、楽曲制作にかける時間は、計り知れません。それでも、彼らは常に前向きで、 新しいことに挑戦する意欲を持ち続けています。その姿勢は多くのファンにとって大きな励ましとなり、彼ら自身もまたファンの存在に支えられているのです。最後に、今回のハッシュタグ w i h m u s i c 出演をきっかけに、さらに多くの人々がナンバーアンダーラインアイの魅力に気づき、彼らのファンとなることを願っています。彼らの音楽とパフォーマンスは多くの人々にとって新たな発見となり、 彼らの心に深く刻まれることでしょう。6月1日の夜、ナンバーアンダーラインアイは再び私たちに魔法のような瞬間を届けてくれることでしょう。その瞬間をどうかを見逃しなく、あなたもナンバーアンダーラインアイの魅力に触れてみませんか彼らの音楽を通じて新たな感動を体験し、彼らと共に素晴らしい旅路を歩んでみてください。そして、 その感動を周りの人々と共有することで、さらに多くの人々がナンバーアンダーライン愛の世界に引き込まれることでしょう。さあ、6月1日の夜、テレビの前に集まり、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを共に楽しみましょう。それは、あなたにとっても、きっと忘れられない瞬間となるはずです。未来のナンバーアンダーライン愛の活動に、どうぞご期待ください。彼らの音楽は、 これからも私たちに新たな感動を与え続けることでしょう。そしてその感動の一端をあなたも一緒に体験してみてください。あなたの心に響く特別な瞬間がきっと待っています。